ラジオ関西が AM558、FM911 で神戸ハーバーランドから生放送、ニュースの景色をお送りしています。今日の特集は昨日に続く続編です。兵庫県のものづくりの技術力を伝えようと、神戸ファッション協会が大丸神戸店で兵庫国兵庫産を世界に発信するプロジェクトを行っています。一昨年から毎年やっていて、今年で3回目。県内各地のアーティスト、クリエイター、職人たちが作り出す品々を紹介し、ものづくりの魅力を世界に伝えるもので、言い換えれば神戸ファッション協会が主催する兵庫県の地場産品のセレクトショップです。神戸ファッション協会事務局長の藤本真一さんに聞きます。藤本さん、その他に自信を持って進めたいものを教えてください。はい、丹波立ち食い焼きになります。画法窯さんといいまして、丹波の伝統を受け継ぎながら現代のライフスタイルに合う器作りに取り組んでいる窯元になります。特徴的なのはしのぎというような削りの部分と、色がトルコブルーということで非常に綺麗な鮮やかな器が特徴的なものになっています。綺麗な色ですよね。パーッとこの売り場の中で目を引きます。湖のようなね、素敵なこのエメラルドグリーンに近いような色っていうんでしょうかね。そうですね、この色がやっぱり目を引きますので、まあ、食卓を彩るには非常に最適かなというふうに思います。ヨーロッパの陶器のようなこう洗練されたイメージがあって、食器たちに誘い込まれるような感じがしますよね。そうですね、まあ、これに盛り付け料理が乗ることで非常に食卓が華やかになりますので、非常にいい器だと思います。これは画宝窯としてこの窯元が新たに取り組んでいることなんですか？そうですね、こちらの窯元さんはこのトルコブルーをベースに、まあ、いろんな色を使いながら今の現代に合うような形での食卓に彩りを揃えるというふうな形でものづくりをされているというふうなことになります。器も様々で、大きなお皿、小さめのお皿、それからマグカップ、それからこれはビアカップ、コーヒーカップ、ちょっとずつ買って取り揃えたくなりますね。藤本さん、こちらは靴下のコーナーですね。地王寺の靴下と書いてあります。紹介してください。はい、60年以上にわたりまして、糸の仕入れから編み立て、縫製、検品まで全て自社で一貫している会社様でございます。これも兵庫の会社ですね。そうです、加古川に会社がございます。いろいろカラフルな靴下が様々にあって、品質として特徴はどんなところにあるんでしょう？そうですね、非常に履き心地がいいというのが一つの大きな特徴になっております。まあ、お客様も最初に1点2点買われたお客様いらっしゃるんですけれども、だいたい2日後ぐらいにまた次の商品をということでお買い求めになる方が多いというふうに聞いております。実際に履いてみて良かったからもう1回買いに来るという。そうですね、非常に実際に履かれて実感をされて、で確認して、まあ、また来られるというふうなことになってます。質の高い靴下を作っているっていう証明ですよね。そうですね、非常に嬉しいことだと思います。男性もの女性もの、さまざまなデザインがあって、値段も私が今見たのは770円ということで、とってもこう使いやすい買いやすいものが揃っているという感じですね。そうですね、非常に表目やすい価格になっておりますので、男性女性問わずおすすめでございます。手に取って見てみるときっと驚きますよね。これ肌触りが非常に柔らかいというふうな特徴で、やっぱり履き心地がいいというのもそういったところに表れているのかと思います。神戸ファッション協会ではこうした地元のものづくりを発信する活動を今後どのように広げていくんでしょうか？国内外、特に海外を意識した展開を考えておりまして、先月8月7日に台湾デザイン研究院との連携事業の覚書を締結しました。
現在台湾のデザイナーと県内の各産地企業とのコラボ商品開発にも取り組み始めたところです。来年4月に開催される、大阪・関西万博では4月26日から30日までの5日間の予定でギャラリーウェストという会場内で県内の地場産品を紹介します。その会場では、現在取り組んでいる台湾のデザイナーと県内の産地企業とのコラボ商品もお披露目したいというふうに考えております。今後は兵庫国として兵庫県内の地場産業の魅力を国内外に発信し、新しい時代のものづくりとブランド力向上の支援を継続して取り組んでいきたいというふうに考えております。会場には京都昨日ご紹介したほかに、兵庫県に根付く伝統地場産業の素晴らしさを新たな視点から紹介しているトランクデザイン、鍛冶の町三木で伝統的な製法を受け継ぎ切れ味と使いやすさにこだわりを持つ包丁メーカーの美鈴刃物製作所、素材や製法デザインにこだわった豊岡のカバンのメゾンデフトタイムバックス、メイドインジャパンにこだわりメイドイン神戸をコンセプトにした神戸元町で生まれたレザーブランドキーチ神戸などの品々があります。兵庫国兵庫産を世界に発信するプロジェクトは来週9月24日まで大丸神戸店6階 M ベースで行われています。今日の感想をメールでお寄せください。メールアドレスは ksk@jocr.jp です。このコーナーはポッドキャストでも配信します。ラジオ関西ニュースの景色 AM558 FM911 神戸からお送りしています。